はいそれでは石井ひ子選手にお話を伺っていきますまずは3年連続グランプリ出場おめでとうございますありがとうございます今の心境はいかがですかそうですねやっぱりこのレースを目標に頑張ってきたので嬉しいですやっぱりグランプリというのはこう別格ですかねそうですねあと地元の慶応各で走れるので特に別のレースあ別のレースっていうか <laughs> 大大ききなな存存在在でですすか、はいえー、今年1年を振り返っていただきたいんですけれども、まあ、11連勝、9連勝もありましたがご自身ではどんな印象ですかそうですね、えー、前半は目標通り少し、うん、言ってたと思うんですけど後半はちょっと怪我にも怪我をして <laughs> すいません、後半は怪我をして なかなか走れなかったところもあるので、もうちょっと1年間、しっかり走れるように、頑張りたいと思ってます気持ち的にも、波も大きかかったですかねそうですね、うまくいってた分、ちょっとへこみましたねでも、このグランプリ出場ということで、改めて意気込みをたくさんのお客さんも、お客様も見に来ていただけると思うので。 頑張って優勝目指して頑張りたいと思います地元ですよもう緊張しますね <laughs> 今から六、えー、枠に入りましたけれどもどんなレース思い描いてますかそうですねまだ車番も決まったばかりなのでこれから考えていきたいと思いますではオッズパークで車検を買ってるファンの皆さんにメッセージお願いしますーどうガールズグランプリ 応援よろしししししくお願いままますすす優勝目指てて頑張ります楽しみにありがとうございました。